ニメになったってヘッポコ実験じゃな。あやかって原作まで売れるわけはねえよな。しょうがねえよな。俺が悪いわけじゃないよな。すみません、以前の発刊物なんですけど。ああ、すみませんね、もう昔のやつの再販予定はないんで。なんだ先生、ネタは上がってるんですよ。先生がエクセルサーガの原型になった漫画を書いてたってことは。聞く？ちょうど原作ネタも尽きてきたところなんです。飛ばしてくださいよ。聞く？いやだ、昔のネタに振り回されるのは嫌なんだ。ジタバタすんなよ、リクちゃんよ。おい、監督まで？いやいや、しかも何気にハンコまで？やっちまえ。喜んで。やだ。それは愛じゃない。愛はそれじゃない。十分に分かってるんだ。やっぱり昨日見た架空の人間がフランス革命しちゃうやつとか、ストーカーに追っかけられながら自分家にある花探して旅に出ちゃうようなアニメの再放送が原因なんだろうな。まったく自分の想像力のなさ加減に呆れるぜ。でもな、でも渡辺さん、今だけは勘弁してくれ。俺は夢の中だけしか素直になれない男なんだよ。早すぎさん、早すぎさん、なんだ、どうしたんだ、それっぽいものが。たとえどのような環境でも俺は、なんてベタなオチだ。落ちたけど落ちてねえ。ヘッポコにも程がある。畜生。しかしなんでこんなに苦しいんだ。なんだよ、特撮もの再放送なんか見てねえっつうのによ。ああ、あれだ、なんていうかこういう時のセリフはだな。なんじゃこりゃ。市外緊急対策本部見る前から中継でお送りします。今や無秩序と言うべきこの市外犯罪にどのような歯止めがかけられるのか、早急に対処できるシステムを現在。諸君、
この町は未曾有の危険にさらされている。続々する違法駐車や違法駐輪、信号無視にスピード違反、遅刻者だだっこ嘘つき君、モラルのない原作者、やり逃げ気味な監督、他人の迷惑を考えない脚本家、全ての罪悪が死骸に満ち満ちている。まさに死骸の一大事、緊急事態だ。早くしよう。しかしどうやって。その件は私にお任せください。おお、あなたはカバブ、ミスターカバブ。カバブ、カバカバカバブ、ミスターカバブ、あなたの実力は認めているが、一人だけで死骸の危機を救うことができるとは思えない。私にも思えない。思っていただきたい。どうやって。そのために揃えたのです、実態を見せつつやってくる6つの影を。全てはこの美しい死骸を守るため。ハイリバランス。おー、アメリカからリバースして気がついたらニュージーランドにいるもんで焦りまくりましたが、排除してるほどいる生物との気を剥ぎまくって、そいつを旅費に当てたりして内見に戻ってまいりました。そしたらアクロスが臨時休業なもんですから、こうればびっくり。しかしイルバランス様に忠誠を尽くすエクセルとしては、ぜひとも何のご報告をせねばなるまいと考え、意義的に報告している次第であります。なぜこんなところでやってるのかを聞かないでください。以上、報告終わり。おかえりなさい、エクセル先輩。そういうのは帰った時に言ってほしいんだけど、まあいいっす。それよりハッちゃん、今日は自主的に市街制服に乗り出そうじゃありませんか。いきなり制服してたらさすがのイルバランス様驚くこと受け合い。ベタベタですね。エクセル君、いきなり市街制服が達成されていようとは私はびっくりクリスケだよ。褒めてください、泣いてください、イルバランス様。はっはっは、来たまえ、エクセル君。今日ももう次へ行きます。ディフェンス、ディフェンス、オーフェンス、オーフェンス。先輩先輩、終わりました。具体的にどうします。天秤の道も一歩から、要するに細かいところから始めて、塵も積もればマウンテン計画。アメリカから帰ってきて先輩のボキャブラリー増えましたね。 OK、 ラマーチー、オフコース。なんだこりゃ、デザインも否定したい、取れない、脱衣できない、継ぎ目やチャックもない、クソ、どうなってやがる。21世紀に青年鉄仮面伝説でもやるつもりか。ガーッガーッうるせえな、何叫んでんだよ。その回は岩田、お前らまでかっこいいだろ。なんでこの異常な状況をそうもあっさり受け入れられるんだ。お前の方こそ現実を受け入れろよ。少しは慌てろよ。その確率は10割を超えています。私は格好がどうこうよりも、私を着替えさせたのは誰だか知りたい。はいはい、博士に頼まれて美咲お姉様を着替えさせたのは僕だよ。てめえ、この俺でさえまだ見てない美咲を体をつか教えろ。ああいうキャラはな、どっかにほくろがあるんだ。いえ、吐け、喋れ。うわー、でもってお約束だ。要するに、これがこのスーツの能力というわけね。コスチュームの材質はどう分析しても FRP とナイロン繊維、塩化ビニールでしか構成されていないのですが。諸君ごきげんよう。博士、いかがかな、大天スーツの着心地は。やっぱりあんたか、こんな寒い企画考えやがったのは。風には十分気をつけたまえ。んなことはいいから、服を脱ぐ方法を教えろ、今すぐにだ。大天スーツの改良方法は開発者シノウ自身にしかわからないのだ。しかも彼は事情があってここにはいない。どんな事情だ。え、予算だよきっと。黙ってろ。落ち着きだまえ。ここだけははっきりさせておこう。君たちは市街安全保障局員、つまりこの町の平和を守る正義の使者だ。だからこれを着て働けっていうのか。気に入らんかね。当たり前だ。あー、美咲よね。私の指示を無視したことによる6ヶ月の減俸と特別任務を渡した臨時ボーナスの差額は6桁を超えるのだが、決めるぜみんな。よろしい、それでは君たちのコードネームを伝える。大天イエダマ。俺か。大天アイガン。大天レディース。頭痛。
雷天コア。生きているがね。そして君たちが雷天ソラリアその1その2だ。市外の平和は君たちの双肩にかかっている。私はここに命名しよう。君たちは6人揃って大天人、自立戦隊大天人だ。私は汗を垂らして涙などもくそぎらし、こんなに悲惨なストーリーを演じてきたっちゅうのに。だけどだけどだけど、今回限りで逆転します。お前を通して平和なペーサーに戻るのです。くらえ、異界のペドロさんじゃ。飯食ってか、歯磨けよ。また来週。アホ、もう一回ペーサー、もう一回アラーカ。なぜですか。私はゴースト、つまり霊体なのに、なぜ殴れる。わからないか、ペドロ。理由はある。そんな、あなたは、ヒート、こんぐらいのことができへんで、大宇宙の大いなる意志のあの人がやっとられるか、このボケ。なぜですか。ごめんなさい。今さら気づくのもなんですが、あなた二人は声同じじゃないですか。その通りでござる。ようやく気づいたか、このボケが。しまった、遅かったか。本当に遅かったか。にゃにゃにゃ、やっほーやっほー、くるるるー。僕たちものすごく注目されてるね。裸の王様ね。まるで自覚してる分だけマシってもんだ。さーて、これから何をやらかそうか。ねえ、脱ぐのか。せっかくかっこいいのに。冗談じゃないわよ。君たちに託された使命はただ一つ、悪を許さないこと。そう、この町で起こっているどんな些細な悪も見逃してはならない。せめて10個ぐらいは事件を解決してほしい。つうてもな、まがいなりにも治安が行き届いちまってるこの国で、そうポンポン事件が起こるとは思えねえじゃねえか。些細なことでいいのよ。そうすりゃ。はぁー、こうして。俺に任せろ、ベストエレクトロン。やりすぎ。なんだ、適当に叫んだら重機なものが出てきたぞ。これもスーツの力なのか。それ以上悩まない方がいいわ。でもこれで一つ市街が平和になりました。釈然としないが、わかった。このチャンスで VV 対抗。よし、小銭貸してくれよ、200円。明日返してくれよ。恐喝だな。何言ってやんで、このイカレポンチッチが。僕たちは今日気が済まっさ。200円、サンキュー。今の恐喝だったよな。悩んだら負けよ。サトシ君がバカ。なんだよ、あかり、キスもダメなのか。だってまだ、デルタエンド、まだなのに。課長、奥さんとはいつ。待ってくれ、あれとは子供の養育で揉めてるんだ。私のお腹の赤ちゃんは課長の。今の正義君ね。天神ダイナミックカタリスウェーブ、カワーメガスピッチエンドマン。
8つ目か。あと2つ。ものすごく些細なとこまで言及してるのになかなか事件出ないもんだね。ったく、この町の奴らモラルありすぎんだよ。無駄に見ろ、平安で横断歩道など渡ってやがる。緑のおばさんが恨めしく見えてきたわ。こうなったら手分けして悪事を探すしかない。これから道路に唾吐くだけで重罪とする。全ては俺たちの自由のため。どうじゃ。つうわけで俺たちは3人で仲良く向こうを探してくるから、お前らそこら辺でこそこそ生きてろ。あ、もしくは死んでもいいぞ。ダブルキーだろ。と悩まなくていい、悩まなくていい。さ、行きましょう。はい、お姉さま。おでも、そこそこ生きてろ、もしくは漏れなく死んでろ。指は何でも知っている、仲間だよ、熊で死にすぎて。おお、ゲットですか、先輩。この感触、この仲間にゲーセンのメダルにあらず、変化を超えてやらず。これぞまさしく日本造兵技術の成し得し、価値ある一品。よっしゃー、10円ゲットだぜ。イエイイエイイエイ。やりましたね、先輩。これも夜な夜な鍛錬した指使いの賜物ですね。やあね、はっちゃんとそこしいや。あれは天理じゃねえってば。あはは、それはさておき、60件回って230円、ヒット率3割超えて首位打者6%、夢の4割まであと少し。いやー、この町の人々は金銭感覚を上げてやがって。街の方々で煙が出てました。武装だけど気にしない。アトラスが市内征服した後でもこのくらい大らかでいてくれたら支配が楽だぞ、この町。さあ、この調子でどんどん小銭を稼いじゃおう。あの、市街戦制服作戦は好評進行中なんだよ。見事です、先輩。では、はっちゃんはあっちの自販機の調査をよろしく。わかりました。ああ、どこぞのバカがガムとか使って小銭せき止めてるのもあるから気をつけてね。大戦クワー、かっこいいぞ、自分ちゃん。ええー、クワー、このバカが、なんだと、てめえらみてえなデビル子供は。エレクトリックさん、大人げねえやつ。こいつの正義は所詮、お、小銭泥か。いいかもだぜ。指をぐりぐり。おい、お前、自販機の取り残された小銭を盗むのはご立派な。って、あんた、早すぎさん。どうして君がここに。あの、どちら様で。俺だよ、同じアパートの渡辺だよ。なぜそんな妙ちきりな格好をされてるんですか。それは聞いてくれ、はあ、ずっと隠していたが、俺は正義の味方、私立戦隊大天神の大天イズムなんだ。あなたが大天イズム。私の危機を何度も救ってくれた、それが渡辺さんだったなんて。怒ってくれて構わない。嬉しいです、渡辺さん。え、私あなたのことが。早すぎさ、いいんだ、分かってるんだ。こんなことあるわけねえのは分かっちゃいるんだ、実際。でもガーグ。ところでよ、あんた何してんだ。はあ、小銭を探していて。財布でも落としたのか。いえ、あの、しょうがねえな、まったく。これでアパートに帰んな。あ、はあ、おっとと来い。礼には及ばねえ。こう見えても俺は正義の味方なんでね。はい、ありがたくいただきます。では、ああ、これが正義の味方の本当の仕事だよな。はあ、だ、言わった。見た、すげえ見た。ありがたくいただきます。これが正義の味方の本当の仕事だよな。プンプンプーンだ。地方公務員のくせに市街平和を維持する活動を妨げるからそうなるんだぞ。すごいミラー。私たちも地方公務員です。え、そうなの。これ以上事態が悪化しないうちにここから離れるわよ。あれ、お姉様脱げた。いいな。あ、僕も。オートで解除されるようですね。とにかく帰りましょう。はい。岩田先輩たちは。事後処理はリーダーの仕事よ。やーいやーい、戦隊ラブコメ男。それ以上喋るな、刺さるな。 LOV、 くらいやがれ、ギガトロンバズーカー。バカー、聞いてない。くらいや、瓦礫マシンガン、瓦礫シールド、瓦礫
ターカバブ、これは一体どういうことかね。君が大天神を派遣してから警察や消防に電話がひっきりなしにかかってくる。内閣は自衛隊の出動を決定したぞ。それだけではない、すでに多国籍軍が動き出している。全て君の責任だ。覚悟しておきてもいい。ミスターカバブ、聞いているのかね。ほら答えろよカバトトット。ごめん、言うた。エタートリプルクロスカウンター。ちょっちゅねー。投下用意、投下用意、投下。しかしアクロスのために2万円も寄付してくれる大気なハプニングだね。通りすがりの正義の味方さんに感謝です。ほーら、メンチもちゃんと食べて丸々太ろうね。いただきます。こちらジャッカル、作戦は終了、直ちに帰還する。オーバー。食すなら。